その医療大麻って言うけど、その他のハーブなんで試さへんのかね。例えばローズマリー、ローズマリーのが効くんちゃう、その不定臭素にはね。じゃローズマリー飲んだらその憑依で死ぬかもしれんよ。ローズマリーと生姜混ぜたりして飲んだら憑依で死ぬかもしれんよ。じゃあええやんか。じゃあまずいよねじゃないの。タイマーやったら死なへんのかって。ボブって抜けれるだけやろ。で、ローズマリーやったらボブって抜けられへんけど、表裏がピシュ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 。粉々なんなんだ。ローズマリーやったら、表裏は。タイマーやったらボブって抜けるけどな。ピューって。ローズマリーの場合は中でピシュ。ひび割れて、表裏がピシュピシュ。じゃ、ローズマリーのがいいじゃない。あの時代、日本にはローズマリーなかったもんね。今ならローズマリー飲むべきやろ。だって、体内で表裏がピシュ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 。粉々になるから。タイマーは、ボーって。抜け出るだけやから。どっかでまだ悪さしよう。それはまずいな。ローズマリー、ごくごく飲んで、ピシュピシュピシュ。中で、表裏を粉々にしよう。